はい、バー三代目、蒲田店についてのご報告です。先日、バー三代目赤坂店の現状ということで、まあ、イベントとかが、まあ、ちょこちょこ増えてきてはいるんですが、まあ、まだ店を開けられない日が多くてスタッフも足りてなくて、かなり厳しい状況ですという話をしました。でこちらですね、バー三代目蒲田店の方なんですが、1月の17日に私が逮捕されてからまるっと2ヶ月ぐらい、全く開けられていない、状況が続いておりました。で、今回ですね、まあ、非常に重要な判断を私はすることにしました。このバー三代目蒲田店、新店長決まりました。はい、ありがとうございます。ということでですね、なんとなんとバー三代目蒲田で新しい店長からスーパードミネーターさんという方にやっていただくことになりました。ありがとうございます。はい、ということで、先日ですね、私もコラボさせていただきました、YouTuber、人気、私人逮捕系 YouTuber の犯罪撲滅系 YouTuber、スーパードミネーターさんがこのバー三代目蒲田店の新しい店長に就任していただく運びになりました。ということで、蒲田店最初でございます。やったー。いやー、本当どうなるかと思いましたよ。もうね、これもうオープンしたばっかでね、まあこう事件が起きてもうちょっと閉めなきゃいけないかなとか思ってたら、なんとね、救世主が現れました。本当にね、もうリュウホウちゃんよりね、もうよっぽど救世主でございます。ドミネーターさんね、ずっとその YouTube やる前から、バーをね、やられたということで、もう専門、領域ということでございますので、ドミネーターさんにこの蒲田店を、お任せしてということで、私もね、JC 東京青年会議所の仕事で、ちょこちょこ蒲田にね、来る機会がこれからどんどん増えてきますので、私も店に、来ることが、立つことがあると思いますが、ドミネーターさんに、この蒲田店を取り仕切っていただくということで、ぜひね、ドミネーターさんの、ファンの方、そしてね、蒲田周辺大田区、こっちの方が赤坂より近いよっていう方は、ぜひ足を運んでいただければと思います。ってかね、ちょっとね、気づきますかね、ちょっとまだと途中なんですけど、ほら、見て、綺麗になってるでしょ、内装。ほらほら。ね、この後ろのあれとかガラス、なんかちょっと曇ったガラスみたいだったの、ほら、これもついてるし、そう、だし、整理、整頓、めっちゃされてるんですよね、このね、カウンターの時間、これもね、ちょっとまだ、多分ね、もうちょっと直さなきゃいけないんだけど、ほら、見てください、見てください、これ床もね、ほら、綺麗になってますね、前、居抜きのまんまのあれだったから、そう、あとね、これ、見てみて、カウンター、これ、ね、ドミネーターさん、これ、塗ったらしいですよ、これ、もう、今までなんかちょっとその昭和っぽいレトロな感じの雰囲気だったけど、これ、ほら、綺麗に大理石っぽいね、素材になって、はい、ここもね、まあ、木目調だったのが、しっかり黒くなって、この椅子の色とね、合うような感じになってますね、これ、だから、自分でやったらしいんで、すごいですよね、ほら、上の方の、なんかいろいろごちゃごちゃしたのとかも全部綺麗になってるし、はい、ということでね、すごい非常にセンスを感じますね。ということで、オープンがね、3月6日ということなんで、今日が3月、4日か、あさってでございます。あさってから、再始動ということで、僕もね、ちょっと顔出させていただこうと思います。で3月6日から、ドミネーターさんが、この店を、まあ、取り仕切るということで、まあ、基本的に、まあ、毎日、開ける予定ということでございますので、ぜひね、蒲田周辺の皆様、新しくリニューアルした、バー三代目蒲田店、ぜひご利用、いただければ幸いです。で、もちろん一日店長とあと、スタッフさん募集しておりますので、ぜひね、ドミネーターさんと一緒に働きたい、という方いらっしゃいましたら、この蒲田ね、ぜひ再度盛り上げていきたいと思いますので、皆様ぜひご協力お願いいたしますということで、3月6日に、バー三代目蒲田店再始動ということでございましてね、なんとかなりそうですよ、なんとか復活できそうなんで、皆様ぜひお力をお貸しいただければ幸いです。僕もね、 JC の活動で結構、まあ3月4月と、それ以降も蒲田いる機会多いので、ぜひ皆様にお会いできるのを楽しみにしておりますということで、蒲田店、ぜひ来てください。ドミネーターさんのね、告知動画とかも貼っておきますので、それもぜひ見てください。よろしくお願いします。頑張るぞ。